いところにいる人は、万が一そこから落ちてしまった時、粉々に砕けてしまうに違いありません。誰のこと？彼女はここにいたの？そう、ブランドン夫人はトゥーレーヌにいました。美しいところね。とても美しいところ。誰といたの？夫人によく似た二人の男の子と。彼女はいつも子供たちを見ていた。ええ、彼女はいつも歌っていた。ええ、夫人はよく一つの歌を歌っていました。ロワール川のそばで。そう、橋の上で。いつもと同じ喪服を着て。やがて夕暮れが彼女を影に隠してしまう。だけど町の人々にはその歌が聞こえていたのでしょう。彼らは聞いていた。母親と母親の声に重ね合わせるような子供たちの歌声を。ブランドン夫人の噂はもう知っているでしょう。確か新聞で読みました。夫人にはフランケシーニという恋人がいました。でも彼女の夫は許さなかった。ええ、ブランドン卿は夫人の恋人を決して許しはせず。殺したのね。そう、恋人を亡くした夫人は悲しみのあまりパリを去り、こんな田舎で死んでしまったの。嫌な死に方。それで子供たちはどこへ行ったの？子供たちは…ルイ・ガストン。彼がロシュフォールの港を出港してから1時間が過ぎていた。お若いの、泣くんじゃねえ。誰にだって神様ってものがあらあな、と老人は言った。若者は頭を垂れる。彼が本当に泣いていたかどうかはわからない。ただ彼は何か恐れているように見える。老人はもう青年のことを忘れて歩き去ろうとしている。若者は海を見ている。揺れる波間を見ている。おそらく水平線に消えゆく大陸とともに、その地での記憶もいつしか消えてしまうのではないかと恐れていたに違いない。お若いの、泣くんじゃねえ。誰にだって神様ってものがあらあな。若者は老人の言葉をもう一度繰り返してみた。その時、ただ記憶だけが彼の伴侶であったのだろう。だから彼は幼子が母親に問いかけるように、トゥーレーヌでの記憶を思い出そうとしていた。いつのこと？ボナパルト閣下が亡くなる少しだけ前のこと。その年の春、私は初めてトゥールの地に立っていた。パリはすでに遠い。母のそばにはいつも私たち兄弟、ルイ・ガストンと小さな弟、マリー・ガストンがいた。
母という太陽が少年の足元に投げかけた影のように、弟はいつも兄について歩いていた。光は満ち、大地は美しかった。かつては幸福と健康が正しく釣り合っていた母の顔にも老いが来ていた。ブランドン夫人ね。何を見ているの？川を。ロアールを見ているの。母がこっちを向く。私たちを見るとき、その顔は遠い日と変わらぬ快活さと優しさをすぐに取り戻した。私たち三人が住むことになった小さな別荘を、町の人々はザクロ屋敷と呼んでいた。それはロワール川の右岸、トゥール橋の下流およそ1000メートルほどのところにあるささやかな住まいである。質素でありながら壮大な住まい。この地方のあらゆる花、果実、景観を象徴する。つまりここは小さなトゥーレーヌであった。ザクロ屋敷は、どのような空想にでも絶え間ない歌を与えてくれる。ここに住めば、誰しもきっと幸福の気配を感じ、野望や心労を振り捨てた、物静かな生活そのものを、悟らずにはいられない。思いは空気と波のささやきのうちにある。砂は物語る。悲しげに、あるいは楽しげに、黄金色に光り、やがて色あせる。生き生きとした草花と美味な果実の中心で、私たちはじっと動くことがなく、また一方ではすべてのものが動いている。
古い湖は投げ込まれた小石の波紋をどこまでも伝えていく。天にまします我らの父よ、願わくは皆の尊まれんことを、御国の来たらんことを、御旨の天に行われるごとく地にも行われんことを、我らの日々の糧を今日一日は我らに神への祈りから始まった。我らが人を許すごとく我らの罪を許したまえ。母は丹念に私たちの髪をすいた。繰り返される仕草、慈しみ。少年はかしづいてその愛を受け入れる。朝露は冷たく肌に染みた。老いた家政婦が食堂を整えているその間、私たちはいつも外で遊びながら待っていた。やがて遊びに飽いた私たちは母の部屋へ不意の侵入を試みる。寝台に飛び上がり大好きな母親を抱きしめる。恋人が恋する女にするような気遣しげな問いかけ、こだまする天使のような笑い声、熱狂的で清らかな愛撫に雄弁な沈黙、たどたどしく投げかけられる言葉たち、口づけで遮られ再び始まる子供らしい物語、それが最後まで語りきられることはごくまれであったが、母はいつまでも耳を傾けていた。その時ルイは知っていたの？多分その顔色に予感したのね。母の病を。そう、学科は10時から行われた。正午には休んで庭の東屋で母と一緒に昼食をとる。食事が終わると私たちには1時間ほど遊戯の時間が与えられる。人、空と季節の限りない変化によって絶え間なく移ろい若返る景色。二人の子供たちは果樹園を横切って歩き回ったり、木登りをしたり、トカゲの跡をもつれ合ってすばしっこく追いかけたりする。花や種子や昆虫に驚き、そこにあるすべてのことの理由を母に尋ねに行く。幸福な母。だけど彼女はとても不幸に見える。交わされる数式、子供らしい好奇心に満ちた問いかけ、母は刺繍をしながら学科の席に連なる。沈黙を守り教師にも子供たちにも目を向けようとはしない。しかし話されている言葉にじっと耳を傾け、
類に学力がついたかどうかを知ろうと努めていた。だけど彼女はとても幸せに見える。授業が終わると決まって母はルイの勉強の進み具合、何が彼に欠けているかなど教師たちから丹念に聞き出そうとした。その後夕食の時が来る。遊戯、散歩、そして晩になるとまた学科の自習をするのであった。これが私たちの生活、単調なけれど充実した生活であった。広い完全な幸福がこんなふうに私たちを涙に誘うのは、ただそれがどんな人間にもぼんやりとしかわからない天国の影である場合に限るのでしょう。私は楽しい時を田舎風の長椅子の上で過ごしました。うららかな日差し、広大なロワールの広がり、絵のような国を眺めながら、三人が歩いている。夫人はいつも喪服なのね。そうやって世間から忘れられたかったし、彼女自身も世間を忘れようとしていたの。週に一度か二度、トゥール橋の上へ姿を見せる母と二人の子供。それだけで町の人々の興味を引くには十分なことだった。特に地方の社交界における満たされない好奇心から、人々は美しい母の素性を知ろうとしていた。地位は、階級は、財産は。しかし、確かな情報を得た者は一人もいなかった。若い男たちは母の讃える落葉の美しさに魅了されていた。母はごく些細な進路も避けようとしていた。夫人宛ての手紙は封を開けられることなく火に投じられた。月明かりに照らされた母の顔はひときわ悲しげに見えた。ルイはその涙の訳を尋ねた。お母さん、なぜ泣くんですか？ルイ、なぜならね、誰からも助けを借りないで偉くなったジャムレイ・デュバルの運命は、お前とマリーに私が作った運命ですもの。もうじきあなたたちは、そばで支えてくれる人も、後ろ盾になってくれる人もないままに、この世で一人ぼっちになってしまうでしょう。私はあなた方を、まだ小さいうちにそんな世の中に残していくのです。でも私、せめてお前がもっともっと強くなって、学問もできて、マリーの導きができるぐらいになるのを見たいと思うの。私にはもう、それだけの時間はないでしょう。あなたたちが本当に可愛いから、自分が不幸だと思わずにはいられません。いつかは私、恨まれるのでしょうね。あなたたちから。どうしてお母さんを恨むのですか？
いつかはね。いろいろひどい仕打ちをされたとわかる時が来ます。あなたたちはね、ここで捨てられるの。父親も財産も何もないまま。そうして母は口をつぐむ。馳せられた自らの言葉を直視できないとでも言うかのように、母は目を伏せていた。母の体は病に蝕まれていた。不安は現実となった。あなたは、お母さんがなぜ、どんな理由で死んでしまったのか、知る必要はありません。告白を終え、母はちぎれる雲をじっと見つめている。もし、彼が子供でなければ、女の崇高な顔に全てを読み取ったであろう。柔らかな日々への追憶、その影に隠された幾ばくかの後悔。良いものだけが与えられ育まれた幼年時代、冷ややかな結婚、恐ろしい情熱、嵐のうちに生まれ出て雷に打たれた花の育林、逃れ得ぬ深淵へと投げ込まれた花の育林を誰も知らない。しかし少年は理解した。母にはもう時間がなかった。マリーは随分おとなしくしてるのね。ルイが急に変わってしまったから。静かね。ええ。8月にはそこにあるすべてが変わってしまった。年老いた家政婦は浮かない顔をするようになった。情熱的な魂と子供たちに対する過剰な愛情によってわずかに支えられる主の体が緩慢な破壊作用に蝕まれていく。その兆候を見守りながら彼女は淡々と働いていた。日一日と青ざめてくる主の顔、夜ごとに深まるしわ、衰え果てた体を飾って紅を刺し、今までにないほど小粋になった女が二人の子供を連れ立って歩いている。年老いた家政婦は洗濯物を手にしたまま変わり果てた主の姿に涙した。ルイは勉強の手を休めなかった。9月が過ぎ、二次方程式も画法幾何学も習得した。図面も驚くほど巧みに弾けるようになった。この頃、予備役の海軍少佐とその友人の歩兵士官と知り合うようになった。凛々しい顔つき、勲章、軍人らしい鍛えられた歩き方、すべてがルイの想像力に働きかけた。ルイは世界を知りたかった。
毎日彼らと過ごし、二人を質問攻めにする。ルイの少年時代は終わろうとしていた。ここはパリ。白いドレスを着ているのはボーセン夫人ね。綺麗な人。ブランド夫人が踊っている。相手はフランケシーニ代議士よ。彼女は恋をしているのね。幸せそうな顔。でもこの後例の事件が起きて、彼女は社交界から姿を消してしまったの。彼女は姿を消してしまった。忽然と静かに彼女はパリからいなくなってしまった。秋になる頃には、母はすでに昼過ぎにならないと起きられなくなっていた。やがて、医師は母の外出を一切禁じた。
母はいよいよ寝床から動くこともできなくなった。やがて花を置くことも医師から禁じられた。母の神経はもうその程度の刺激にも耐えられなくなっていた。次第に母は些細な物音にも耐えられなくなり、部屋は荒れ始めた。まるで母の病に引きずられるように、部屋そのものが死に向かい始めたかのようだった。ある日、母は病床から指示を出し、一つの書類を作らせた。母の死亡証書であった。そして一つの手紙をルイに書かせた。伯爵閣下、ご霊柩レディ・ブランドンはアンドル・エ・ロワール県シールにて逝去されました。ご霊柩は閣下を許されました。署名しなさい。宛名は英国ロンドンハイドパークブランドン辻ブランドン。母は自分の死後投函するようにと言った。そして母が死ねばやがてほとんどの財産が差し押さえられてしまうことをルイに告げた。ルイは尋ねた。お父さんはどこにいるんですか？亡くなりました。名誉と命を守ってくださいました。ルイ、この枕元で約束して私が話してあげたことも忘れてしまうって。ええ、約束します。さあ、キスをして。母は最後まで小さな弟の行く末を心配していた。ルイははっきりと言った。マリーはトゥールの中学に連れて行きます。それから僕はブレストへ行って見習いスイフとして船に乗り込むつもりです。マリーが勉強している間に僕は海軍少佐になるでしょう。だからお母さん、安心して死んでください。僕はお金持ちになって帰ってきて
あの坊やを理工科大学へ連れて行きます。母の病に色あせた目に歓喜の光がパッと輝いた。涙が溢れ出ていた。不意に大人になってしまった息子の魂の中に、その父親の魂を見出したのだ。Suspensionis et interdicti in quantum possum et indiges. Deinde ego te absorbo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Passio Domini nostri Iesus Christi, merita Beate Maria Virginis et Omnium Sanctorum, quid bonifeceris et Maris Istinueris, sintem in remissionem peccatorum.Augmentum gratiae et premium vitae aeternae. Amen. こうして母は死んだ。牧師は一言こう言った。この人は随分と苦しまれたな。母の入れられた棺に土がかけられるとき、初めてその死を理解した小さく愚かな弟は泣いた。もう会うことはできない。やっとそういうことが分かったのだ。葬儀を終え、二人はザクロ屋敷に最後の別れを告げた。武道園の小作人にすべてを任せ立ち去ろうとしたとき、家政婦はルイに指輪を渡した。それは母の形見の指輪であった。ルイの目から涙があふれ出した。それから兄弟と老いた家政婦はくぼんだ小道を過ぎ、坂道を降り、一度も後を振り返らずにトゥールに向かった。母さんはいつもあそこにいました。橋の近くまで来たとき、弟はそう言った。次の日、ルイは家政婦と共に弟を高等中学校へ連れて行った。兄は食べ物のこと、お金のこと、友達のこと、優しい注意を弟に与えた。そして厳かに、もう世の中で一人になってしまったことを理解させ、抱きしめた。一月がたち、ルイ・ガストンは見習い水夫として軍艦に乗り込み、ロシュフォールの港を出発した。やがて間もなく彼は、大西洋の真ん中でも一人ぽっちで途方に暮れている自分を見出した。しかし、ルイはその時すでに小さな弟の父親になっていた。彼は行く先々から美しい手紙と生活費を弟に送り続けた。遠い地で苦労を重ね、どこかアメリカの共和国で海軍隊員にまでなった。
その後、ある貿易会社に勤め、幸福に結婚し、フランスに帰ろうとした矢先に病に倒れ、若くしてカルカッタで彼はその生涯を終えた。今、私も兄と同じように船に乗り、旅に出ている。時代は変わり、私は本当に一人になってしまった。愛する者たちが一人一人と姿を消していく。私もやがては亡霊となるのだろうか。その時、たまたま乗り合わせた老人が私に向かって言った。お若いの、そう泣くもんじゃない。誰にだって神様がついているのだから。